の道路情報でした。代わって HBC ラジオ天気情報です。この時間の札幌中心部は弱い雨がちらほら降っています。午後1時の気温です。札幌 21.3 度、函館 19.6 度、釧路 16.8 度、帯広 17.7 度、北見 18.7 度、旭川 21.6 度でした。今日これからのお天気です。今日は全島的に雨が降るでしょう。道南を中心に大気の状態が不安定で、雷を伴い強い雨の降る恐れがあります。先日の大雨で地盤が緩んでいるところもありますので、土砂災害などにご注意ください。太平洋側東部では霧もかかりやすく、交通障害にもご注意ください。明日のお天気です。明日の道内は雲が広がりやすく、すっきりしない天気となるでしょう。太平洋側東部を中心に雨が降りますが、今日に比べると雨の範囲は狭くなりそうです。日本海側では雨が出てもにわか雨となるところもある見込みです。 HBC ラジオ天気情報でした。車を高く売るなら日本中古車買取センター。経験豊富な査定士があなたの愛車を高額安心スピード査定。 JKB 日本中古車買取センターでは全島無料で出張査定を行っています。詳しくは JKB 札幌で検索、またはフリーダイヤル1-800-200-287 まで。この時間は JKB 日本中古車買取センターがお送りします。
がすごいしますよ。美味しいですね。あんまり飲んだことがない感じ。ということで血液をねサラサラにするいい効能があります。それでは早速心の温まるエピソードをご紹介していきましょう。ラジオネームみきこさん。先日地下鉄のホームで5歳ぐらいの男の子がお母さんと手をつなぎ、電車が来るたびに電車が来ます、危ないですよと店員さんの真似をしていたのです。男の子がママが乗る電車はカートンが運転します、止まるのはパパがいる会社ねと言ったのです。するとお母さんはカートンはママをパパのところまで連れて行ってくれるんだ、嬉しいな、ありがとうと言ったのです。親を思う子供がいる人と素直に感謝の気持ちを表した親の素直さにグッときました。いい話や、いい話だねこれね。なんかね、そう、すごい。